負け戦だが、私の内なる闘志はそれを拒む。これが武門の意地か。家康の首必ず。敵将討ち取ったり。遅れは取らぬぞ、続け。息の根を止めろ。そこから出すな。この程度で雪原の魂くじけはせぬ。食べ物は切る。ご無事で。Ah!
こよ。だがもう続くまい。兵糧も尽きるであろう。もはやこれまでよ。なかなかやるな。お見事な腕前です。ボタン、こら、お主は逃げるでない。このように味方方がいない。クルロン、モノノフ、ランヤミ、モノノフの居場所はなし。ダメ、受け入れよ。なかなかやるな。貴様が何人か、それを見極める。勝ち目はねえ。だがそれでこそ面白い。これぞ戦の花よ。刮目しな、前田刑事。一世一代の大歌舞伎よ。
男を助けるってのは本意ではないが、助けてやれよ刑事。ありがたいが、これは俺の戦だ。お引き取り願う。待て、家臣を率いるも物の手を打つ。貴様を信じる者を守ってみせよ。いい腕してるみたいだな。撃ち取ったぜ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ刑事。真田幸村もここに向かってる。それまでに善光寺の敵を始末して。まだ強いと思う。刑事殿、長篠でのご恩ここでお返しいたす。刑事殿、うちのお手伝いします。よく来てくれたね。お供じゃねえ、伴侶って呼べよ。じっとしててくれよ。まだ強いと思う。本当に強いからよ。いい腕してるみたいだな。敵将撃ち取ったぜ。俺様も負けてられねえぜ。えらい押してきたな。お兄さんよ、助けに来た。刑事様、おおきに。そんな道のことが大事なの。Ah!
敵将討ち取ったり。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。激戦しよって。お、相変わらず元気がいい坊主だね。俺様も負けてられねえぜ。二度と殴り込む。ケイジ、貴様を持ち上げる。いよいよ出分けかい。強いからよ。勝っちまう。本気で行かせてもらうぜ。押されているか。すまない、助かった。敵将、討ち取ったぜ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。押されておるのか、バカめ。様も負けてられねえぜ。なかなかやるじゃねえか。
お見事でございますよ。己の器をわきまえろ。来たか。剣心が頼むとして、戦うとして勝負いと天下に名高き強者よ。前田刑事、一世一代の大歌舞伎でございました。お後がよろしいようで。信玄、その顔だ。やっと会えたな、宿敵。影武者は施設わしはここだ、剣心。さあ滅ぼしてやるぞ、上杉剣心の全て。ただ一生懸命戦うだけじゃ勝てない戦もあるのよね。リン、キョウ、ドウ、ラ、ハイ、ジン、レッツ、ザイ、デッ、キュー。さっさとやられてね。女の身でよくぞここまで戦いに。相手をしてやる。ありがとう。この人だね。押しかけ助っ人、前田刑事剣山。最後の上杉謙信の助立ちに参った。余計なことを好きにするがよい。
た。Oh!
見事な腕前で。敵将撃ち取った。お見事な腕前で。心ゆくまで語り合おうとする。なお、剣心よ。しかり、この刀で語ってくれよ。をしてやるかの。
ち。まもなく夜が明けますね。なんだ、あれはなんだ。これぞ、あ、これぞ稲葉の一夜城。秀吉立てて喜びまい、斎藤をたまげててってこまい。おみやさんたちには千年経ってもできじゃで。信長公は天下を取ると言いましたね、蘭丸。私も同感です。美濃は信長公のものとなりそうですね。その前に私の力をお見せしておきましょう。一つお手柔らかに頼むわ。勇者の腕前で。敵将討ち取りました。殺し合いはつかんでな。また会おうや。我らもこの機に乗ずるのだ。一夜城を奪い取る者がおるか。ここで殺すには惜しい男よ。彼は私の知る者。連れてまいりましょう。斎藤家に仕えるのももはや潮時。我らは織田へ下る。城を奪え。誰だ。万兵を撃て。オーバーシューだ。敵将を撃ち取りました。私たちを続けましょう。Ah!
されているだと？バカな。乱暴なのも嫌いじゃないわ。最近はつまらないでしょ。でも、あの人なら。わかっています。ですから私は力を示しました。そう。そのパンは熱くて素敵。もっと見せなさい。あなたの力を無礼な定めだ。敵を引き取りました。見よ。またお相手願えるかしら。私たちも続きましょう。押されておるのか、ひるむな。さすがは光秀さん。それが定め。我らも受ければ蹴らぬぞ。Let's go!
すがは光秀様ですね。されておるのか、ひるむな。消えるがよい。それが定めか。さすがは光秀様です。よくだらぬな。一刻も早く三河へ帰る。三河へ、わしは別の道を行かせてもらえぬか。わしは巻き込まれてないのだ。すまぬ。承知。が、お一人では危うい。せめて友をつけるぞ。いな、穴山殿を頼んだぞ。道案内は任せたぞ。承知。全ての同志と共に三河の地を踏もうではないか。いいな、勝ち気に流行るな。これは引き受けたぞ。殿が自分に聞こえてるから分かっておる。ならばよい。必ず戦に心を奪われるな。燃え尽きる！
遅れは取らぬぞ。続け。ひるむな！
宇宙の獲物はタヌキってわけか。獲物が罠にはまったな。サイカ宇宙、狩りの時間だ。お見事な腕前です。戦場で始まる恋も悪くないと思わないか。際をわきまえないのは無様だからな。遅れは取らぬぞ、続け。そんなの言わないと思うんだ。
なものであろう。他に名高き強者よ。お主こそ天下に名高き強者であろう。天下太平のため、あなたの道、ここで立つ。ダメ。殿が拙者より先に死ぬことなどありえぬ。わしも参ろうか。なぜ籠城している家康を疑うのです。放っておいては必ず後々戦など戦法が良いのだよ。
そのあたりがわからんのが若さか。これは信玄にしてやられたというわけか。だがもはや引けぬ。全軍むやみに動くな。適度に戦い引き上げるのだ。小山田軍、投石を始め。おのれ、ふざけおって。さあ、まさか。止まれ。しっかりも短くなれ。勝ちだとまた。押されておるのか、ひるむな。敵将を討ち取った。これは取らんぞ。カレーやすいおこともなかなかやる。じゃがこれはどくれというやつよ。迫力の残すはカレー。その姿、鶴が翼を広げたりなんて。ではこれはどうじゃ。全軍初臨陣を敷け。陣を崩さずに戦い抜けるか家康よ。敵将討ち取ったり。これは取らんぞ。押さえておるのか、ひるむな。我らもこの機に乗ずるのだ。全軍引き上げろ。臨時に救うな。しかし我は死かない。しんがりは拙者に任されよ。ほほう、あれが本田忠勝か。本田忠勝を破った者は第一の手柄とする。武田軍の力がこれほどまでとは。信長様にお伝えせる。撤退する。裏切り者には死あるの。負け戦、影の戦、これより始まる。影に動き、信玄の首必ず。光を意味、眼を欺くが影。敵将討ち取ったり。このままではいかん。ノロスはかばね。押されているか。押されておるのか、ひるむな。影、常に貴殿と共にあり、織田軍は武田軍により敗北。それでよいか。よかろう。お主こそ天下に名高き強者であろう。敵将討ち取ったり。
怪しい影が。お天道様は騙せても、あたしの目は騙せねえ。でね、雪村様、本陣に戻って。遅れは取らぬぞ、続け。敵将討ち取ったり。さあ、遅れは取らぬぞ。援軍を回しろ。乱破め滅却。力を見せぬとわからんか。押されておるのか、ひるむな。押してまいる。親方様、ここはお任せを。大義のおとに、その命を失って知るがよい。大義とは、すべてに宿るもの、勝士なり。敵将、討ち取ったり。この身も、志も、土へ帰るであろう。闇に増せ。